ジュリア。
ございました。はい、そこではここで、実は先日、僕の親友のパートナー塩入俊也君が、誕生日を迎えました。ありがとうございます。同い年なんですけどちょっと先輩になりましたね。ちょっとだけ、ね、ちょっとお兄さんになりましたね。塩入君とは本当に、19だったのかな。そうですね、19だよね。19で、僕が、ドリームロックロールパワーという曲でデビューした時のコンサートツアーの、バンドのピアノキーボードだったんですよ。で、ね、結構僕19だったんで、そんな結構ね、まあ、歌手でね、若い人たちがやるのはそんなに珍しくないんですけど、プロのミュージシャンとして、まあね、チャーなんかは中学生の時からスタジオミュージシャンやってたっていうね、ギタリストの話ですけど、まさかね、同い年っていうのでびっくりしてね。そうですね。ね、で意気投合してというかね、うん、で結構ツアー中もそっちはスターだったからね。いやもう人気絶頂でね。まあそんな時もありましたね。どこ行ってもタダだったよね。大村君と一緒に行くと全部タダになるから一緒に行ってたご飯食べ行ってもね、なんか河村さんですかみたいになってね。ねえ、なんか照れくさいな。なんかありがたかったですね、うん、なんかちょっと、あ、俺かっこいいかなみたいなのあったね。なんか修理にか、ちょっといいとこ見せられたかなみたいな。すっげえな。いやで、目指してたんですけどね。それでほら、銀河テレビで一気に行っちゃって。そうそう、やっぱ NHK 様様すごいなとか思って。そうなんです。さっき、モアクールという歌を歌いましたけど、あれは亡くなったね、何回もライブで言ってますけど、キャンディーズのスーちゃんが、この曲大好きとかって言ってくれて、すごい嬉しかったですね。それ銀河テレビの時に何かメロディーという曲、一曲作ってくれって言われて、銀河の時はね、ちょっと不思議だったんですよ。本当僕22歳だったんですけど、オートバイに乗れて作詞作曲ができて、名古屋弁が喋れる、男っていうんで、それオーディション名古屋に、でそれでも 4、5 回東京住んでたんでオーディション行ったんですけど、もう考えてみたらそれお礼しかないじゃんみたいな。名古屋弁ねえむっちゃこ、さっきも森ねえ、どうやりゃ久しぶり、40年ぶりぐらいに会って、なんでこんなとこにおるっつったら、なんね、あんた見に来たんだがねとかって、うっそーとかって、でもうむちゃくちゃ嬉しかった。こういう、名古屋弁が喋れるっていうね、バイクも乗っとったし、暴走族とかやってたからね。迷惑かけたな、ああいう時はな。結構なんか大村出せとか殴り込み来たりとかな、蛇行のやつとかな、色々教えてもらったり。まあ本当ね、やんちゃだったもんで、ちょっと話がそれちゃってるけど、そういう感じでね、 NHK のドラマで銀河に出た時に一気に、ああ行っちゃったなと思って、あと追っかけなきゃっていう感じでね。ああ、でも行けませんでしたね。うん、ねえ、なんか、なんでなんだろうね。あ、いや俺もう一回が名古屋弁になってまった、完璧に。その頃とか、それでも音楽活動ね、一緒にやろうって言ってて、そう、やってて、うち来て練習するとかいう時に、俺八王子に住んでたんです、駅前に。京王八王子で、駅で待ち合わせするんだけど、こう、待ち合わせすると俺ドキドキしちゃって。なんで？なんか、やっぱね、ドキドキして、それですっげえ目立つわけ。向こうから来て、あお、修理みたいな、こんなとこで、みたいな、なんかもう、ところ構わない感じだからね。あスターちゃうな、みたいな。スタートは関係ないと思う。いやいや、前、中学校の時はそうだよね。ほら、スタートは関係ない。じゃあ、のっけからそういう感じなんだね。スターの要素だったね。要素なのかどうか。やっぱり、しないもんだって、そんな普通。おーみたいなさ。そうかな、結構衝撃的で、だからドキドキしちゃうんだよ。いやでもね、こう言ってますけど、みんな、ね、知る人ぞ知る、もう悲しみを癒すピアニストと言われてるんですよ、しおり君はね。で僕とは、ね、いつも、ね、しおりの方から大村そろそろライブやろうよって言って来てくれたりとか、もう普段はね、自分のソロのライブも年に2、3回ぐらいやってるかな、スイートベイジルとかね、はい、
あのいろんなところで塩入俊也君のピアノもすごく、今日はね僕の歌の演奏してくれてますけど、すごくいいですよ。あのジブリとは結構ね、あのベランさん、あのもののけ姫って呼んでいるって、あの木村由美さんとかのピアノもやってらして、あと稲垣潤一さん、西城秀樹さん、杉田二郎さん、バイオリンの河合郁子さん、もう本当、クラシックから歌謡曲からロックまでね、バリバリに、でもうあの教授なんですよ、あの大学出て、だから本当は学校の大学でね教えたりとか、そういうね、でもやっぱりこういうステージがいいんですよね、やっぱね、なんか毎日成長できるって感じですね大村君と僕のピアノを聴きに来てくれるのはいいんだけど、これピアノ言うとその辺で歌ってんだよねあの歌はちょっといただかない、歌ってたよ、歌ってるよ、なんかね聞くとね詞を載せたくなるんだよだから見知らぬ曲とか聞くと、そう、あこれこういう曲合うなとか、盗むというかなんていうかね、あの結構そういうことするよ、なんか休憩時間も歌ってたみたいじゃんね、あの辺で、あれそうなのかな、そう言ってた、みんなが本当歌ってる人いますいませんそれ大村君だ、ただの酔っ払いで、俺を去年のライブの時ここにもうかましいって酔っ払いがいて、もう大変だったんだよね、もう本当にね、ヤジ、ヤジじゃない、応援のヤジだったんだけどね、本当にやりにくかったんだけど、まあでもかまじいもね、映画監督でいい人なんで、まあいいか、話すげえ長くなっちゃってねというわけで、しおりくんに、バースデーソングというか、しおり俊也テーマソングを作りましたので、それをやらせていただきます。その時から鍵盤を叩いた、その指はいつでも悲しみを癒す、急ぎマジックフィンガー、急ぎマイティハンド、熟のその時からステージを照らした、その腕はいつでも喜びを醸し出す、インソルティマイティハンド、輝きを放つ魂を一緒に奏でよう、乾いたこの世界に恵む雨を降らそう、インソルティマイフレンド、インソルティナティフレンド、インソルティマイフレンド、俺たちが一緒なら誰にも負けねえさ、閉じかけた扉さえ取り開けてやるさ、インソルティマジックフィンガー、ハッピーバースデー、トシヤ。
今の曲はですね、本当に歌っていろんな作り方するんですね。詩をなんか新宿の街角に座り込んで、子供の目線っていうか座った目線から世界を見て、なんか思ったことを書いたり、高いビルの上から、アリのように小さい人間を見て書いたり、いろいろ曲って作るんですけど、今の曲は本当に、あ、明日しおり誕生日だ、やべえと思って、どうしよう、プレゼント何も用意してね、よし曲作ろうと思って、ふっとギター持ったら詩と曲がいっぺんにボンと浮かんできて、生まれた、あ、誕生日だから生まれたっていうことから始めればいいかと、生まれたその時から、あ、いいじゃんみたいな、鍵盤とかピアニスト、そうやってブワーッと最後まで一気に作っちゃった歌で、本当に珍しい歌です。モアクールも一気に作った歌なんですけど。